見逃しとは、麻雀において、川に打ち出された、数量配に対して、数量できる状態であるにもかかわらず論を宣言しないこと。不注意や、よそ見などの過失による見逃しと、展望状況や着順、あるいはその手配の得点の工程など、何らかの理由による意図的な見逃しがある。本校では特に校舎、意図的な見逃しについて詳述する。通常、麻雀は、 妻とをを通して数量型を完成させるる。ゲームであ一、こぼし縛りの条件を満たし、かつ振り点などの制約にも抵触しないときに、あえて、数量を見送る理由はない。しかし、マージャンは、曲ごとの数量を目指すゲームであると同時に、半層ごとのトップを争うゲームでもある。そのため、主に半層の終盤において、着順が変わらないままゲームが終了してしまうような場合は、 あえて、論敗を見逃し数量を見送ることがある。特に順位戦マージャンや、ロングスパンのリーグ戦の場合など、着順の重要度が通常よりも高いマージャンでは、着順の変わらない、数量は意味のない数量とされる。また、順位馬が比較的大きいマージャンにおいても、ミスミス回収量を確定させてしまうような数量は、概して最善の数量ではないと位置づけられる。したがって、 そうしたラス角や三角の数量を忌避し、あえて上がらずの選択をすることは、マージャンにおいてそれほど、不自然な行為ではない。また、着順の重要度が差して、高くない通常のマージャンにおいても、高めでの数量を狙ってあえて安めを見逃すことは、決してあり得ない行為ではない。以下、実践でありがちないと敵見逃しの事例について、冷笑する。高めと、 安めの落差が激しいケース東一曲、子、十順目、ドラは無関係の自敗待ちわで、一作なら平和順ちゃん三色の飛べ漫画が、四作なら平和のみの先天である。このようなパイ姿では、暗めが出ても見逃せるようリーチは、控えるという戦略を取ることも多い。もちろんこれがオーラスデビサの上がりトップという状況なら、暗めの四作でも迷わず数量を取る。 しかし東一局という状況なら、多くの打ち手は四作には見逃しをかけ、高め一作での数量を待つ。開局早々千点を上がってもあまり意味がないからで、ある。高めが、約万になるケース南二局、ホッケ、十順目、ドラは、無関係の自敗待ちトとの変則に面張り、八作で四暗行短期、七作で、短野王三暗行の六千四百点。 10巡目であり、残り巡目にはまだ余裕がある。また、ここで6400点を上がっても勝負はまだ決まらないが、役満を上がればトップはほぼ確定する。かつ、着順とは別に、役満周期も入る。以上のようなことを考えれば、7作は見逃して8作での数量を待つ方が、期待値は高い。4の暗光短期を、ダブル役間にするルールであればなおさらである。東2局、 アズマヤ、0巡目、ドラは無関係の自敗待ち話の変則紙面割り、二万で九連方刀になる。九連方刀はあまりお目にかかることのない希少な役万であり、せっかくの天杯を安めで上がってしまうのは惜しいという考えから二万未以外の数両配をすべて見逃すという選択肢は十分あり得る。ただし安を積もってしまった場合は、4短期の場合と違って、 振り点を解消しにくい。振り点の解消が困難という点に関しては、緑一式についても、同じことが言える。展望状況を理由とする見逃し南4局、西家、従順メドラ表示パイオーラス3着目という、展望状況で、トップとの差は1万点、2着目との差は9000点。手配に、高め休めはなく度のパイで上がっても満画だが、つも数量化。 ロン数量下で着順が変わってくる。つも数量の場合はトップになれるが、アズマやあるいはホッケからのロン数量では2着、ダンナスの何気から出た場合は2着にも届かない。このような状況では、まず3着のままゲームが終了するのを避けるべく、何気から出たロンパイは見逃すことが多い。何気からロンは量した場合、目先の8000点を得ることはできるが、それより、 大きい順位馬の払いを確定させることになるからで、ある。また、あくまでトップを狙うなら、あずまやから出ても、ほっけから出ても見逃し、つも数量を狙う。このパイ姿は、街も広く、いち早にっぱい見逃したとしてもつも数量のチャンスは、十分残っている。標準的な関東式のアリアリルールをはじめ、一般的なマージャンでは見逃しは禁止されていない。上がるか見逃すかは、 打ち手の自由であり、ルール上の罰則もない。リーチ後に見逃しをしても、その没も数量すれば、数量を認められる。しかしその一方で、間、先ルールなど、地方の古いルールでは、リーチ後の見逃しに限り、ルールとして、明確にこれを禁止している場合がある。上のパイ姿は、街の高め単品3色だが、リーチ後の見逃しを禁止しているルールでは、 最安めの一万だろうが何だろうが、リーチをかけた以上いかなる範囲も見逃すことはできない。仮に見逃した場合、その後見逃しが発覚した時点でチョンボを取られることになる。故意であるか過失であるかは関係ない。以下は見逃した場合の場合分けである。リーチ後の見逃しがチョンボとなるのは、フリテンリーチ禁止、リーチ後の見逃し禁止としているルールの場合だけであって、 現在一般的なありありルールでは、リーチ後に見逃しをかけて持つも数量すれば、数量を認められる。しかし稀に地方の雀荘などでは、ありありルールであるにもかかわらず、フリテンリーチとリーチ後の、見逃しだけは禁止としている場合があるので、念のため拓に着く前に確認しておいた方が良い。また、知人同士で拓を囲む場合も、地方出身者や、年配の打ち手は、フリテンリーチの是非に関して、 認識をことにしている場合がある。初手合わせする場合などはやはり事前に確認しておいた方が良い。渦は南2局間2作の5200を点配した直後、飛びずんの南家からが出てしまった図。2着の西家は、トップとは6000点差。ロンを宣言してしまうと、トップをまくれないまま南家を飛ばしてしまうので、見逃そうとした瞬間、ホッケからロンの声がかかった。 ホッケの手配は単品三色ドラ三、飛ゲマンで何家は飛び、ホッケが逆転トップで、西家は三着落ち。どの道何家が飛ぶなら仕方ないので、西家はホッケが倒廃した後自分もロムを宣言し、手配を倒した。西家のこのような行為を、チロンという。チロンはルールには定触しないものの、多くの場合マナー違反とされる。このケースでは、 西家は一旦は見逃しを選択しており、ホッケの数量宣言の後、それなら自分もと数量を宣言している。西家のこの数量を認めるならダブロンを認めないルールの場合、西家の5200がホッケの飛べマンを頭バネし、ホッケは数量を認められない。ダブロンありのルールの場合の振り込みによって何家が飛ぶことには変わりはないが、 便乗した、ロ論の西家に余計な5200を払わねばならない。いずれにせよトラブルのもとになり、フリージャンソーならば、店側の人間に裁定を求めることになる。マナー重視の店では、このような明確なロ論は、完全なるマナー違反であり、数量を認められない場合がほとんどである。マナーにさほどうるさくない店でも、暗黙のルールに違反しているものとみなされ、やはり、 数量は認められない。そうではない店の場合、ルール上西家の数量は認められることになるが、同宅者に小ささからぬか根を残すことになる。また、多くのフリーチャンスーには、発生優先という原則がある。これは、地位の宣言に対して明らかに遅れたポンの宣言があったとき、ルール上はポンが優先されるところ、先に発生のあった地位の方を認めるという取り決めである。 これを論宣言に援用、拡大適用する形で、このような二神への活量を認めない場合もある。なお、上記のようなトラブルは、リアルの麻雀においてのみ発生する。オンライン麻雀では、一旦、論宣言をスルーして、パスないし、キャンセルのボタンを押してしまうと、その後意を翻して、論の宣言をし直すなどといったことはできない仕様になっている。そもそも、一つの捨てに対して、 ポンチー間ロ論のいずれかを行えるプレイヤーが複数いた場合、それらすべてが実行かパスかを選択し終えるまで、実際の行動が開始されないようになっているため、見逃しを翻すか以前に、ロ論自体が発生し得ない。渦は、南家が9巡目に切ったに対し、アズマヤが論を宣言した図である。数条約は、メンホン一通ダブ東ドラ一で、親倍の24000点。 大きな数量と言える。ただし、あずまやは7巡目にお手出しした後、桃のタイムでつもぎりしている。つまり、あずまやは、このような場合、可能性として考えられるのは次の3つに絞られる。あずまやはが当たりだということに立った今気がついた、ホッケが起きた時によそ見をしていたホッケので、論は量したくなかった。まず、は、町の最高目であり、ホッケの旧作で上がっても、 何家の9作で上がっても得点は同じ2万4000点である。したがって、東屋は得点的な理由からホッケの9作を見逃したのではない。また、ホッケから上がればホッケは飛び、東屋のトップで半送終了となる。つまり出場所が悪くてトップにならないから見逃したのでもない。では一のケース、多面張りがわからなかったために9作を見逃したのかというと、 この形は六面張りとはいえそこまで複雑な形ではない。最高目は一気通貫という分かりやすい役の完成でもあるため、むしろはこの多面町の中で最も分かりやすい数両配ともいえ、あずまやがマージャムを覚えたばかりの長所新車でもない。限り、町が分からずに見逃したという可能性は薄い。また、大物でおてんぱっている状況で、 最高目が出たことに気づかないようなことがあるかといえば、普通の打ち手ならそのようなことは、通常考えられず、従って二のよそみによる見逃しである、可能性も薄い。つまり、上の三つのうち一でも二でもない可能性が高い。一でも二でもないとすれば、あずまやは、自分自身の損得以外の理由で、意図的に、すなわち、あずまやとほっけは列を組んでいる、可能性が、極めて高い。 多くのフリージャンソーでは、友人同士で同宅することは、必ずしも禁止されているわけではない。しかし友人だからといって、このような見逃しをすると、ゲームの公平性が著しく損なわれる。そのためこのような行為は、マナー違反というよりむしろ明確にイカ様行為とみなされる。コンビ打ちが発覚した場合、店側から厳重警告を受けたり、で金を言い渡されたりするほか、 場合によっては被害を受けた相手方から、問答無用の暴力的な制裁を加えられる可能性もゼロではない。なお、そのようなトラブルを未然かつ完全に防止するため、連れ立って来店した複数人を同宅させない店舗もある。店側の対処としては、一つには、知人同士の同宅をできる限り避けるべく別々の宅に案内すること、客数の都合で、それが困難な場合は、 その宅の近くに立ちを配置すること、あるいはメンバー二人をその宅で奔走させることなど、こうした対策を取ることでコンビ打ちにはある程度まで対処が可能である。ありがとうございます。